はい、こんにちは、総木監督と申します。イフットボール2022やっていきたいと思います。さあ、やってきたぞ。グレートフィニッシャーズ、フューチャー。さあ、ということでね、早速ね、こちらのガチャ引いていこうと思うんですけれども、その前にさらっと見ておきましょうか。すべてを見る。まあ、豪華な顔ぶれなんですけれどもね、マジですごいな、これな。で、どうしようかな。ブラホビッチ、ここね、新しい、ブラホビッチ特有の、なんかゴールパフォーマンスがあるらしいですね。まあ、それは非常に興味あるんですけれども、僕が欲しいのは何と言ってもやっぱりここです。カリム・ベンゼマ。もう今シーズンのベンゼマといえばね、もうバロンドールを獲得するぐらいの勢いですからね。まあ、獲得するかどうかわかんないけど、CL 取れたら、ほぼ確実に取れると思います。CL 取れたらね、まあ、それがめちゃくちゃ難しいんやけどね。はい、ということでね、引いていきましょうか。激強日、来たてほやほやのガチャですね。いや、めちゃめちゃ楽しみやな。どこがいいかな。でもベンゼマ以外やったらロナウドかな。まあ、あと、サラも欲しいな。今週いいは良くないな。ロナウド A か、いいな。ベンゼマは C、レバーは B か。レバーはあんま使いにくいんですよね。なんかブラホビッチって結構どうなんやろな、使ってみたいっていうのあるよな。昨シーズンとか全然使わなかったんでね、もうこの辺はね。その辺はあんまり知られてなかったっていうのもあるし。で、ヌニエスなんかもいるんですけれども、まあ、ここはね、やっぱスタンダードの方をね、育てないなと思うんで、いりません。しかも今週 D です。メンフィス・デパイとかもいらんし、オーバメアンもそんな好きじゃないんですよね。やっぱベンゼマやな。ということで、ベンゼマを迎えに行こう。行くぜ。3回しか引けないんでね。まあ、ちょうどね、コインがこれで尽きると思うんで、まあ、次回ですね、来週ぐらいにはまあ課金するかどうかっていうのね、決めなきゃいけません。行きましょう。まあね、コインくれたらね、一番ね、話手っ取り早いんですけどね。多分ね、課金するかな。さすがに、600ではやれんでしょう。さあ、誰が来る？まずは、何これ？ ALTBG！ マジか、星よ。うわぁ、一発無駄弾打った。誰や？アルルか。違うな。アルルか。なんかすごいな。リアルやな、顔。おい。なんかちょっとうまそうな感じやね、これ。ちょっと見せてくれ。お前じゃないよ。アルルやった。109センチ。27歳、86。ターゲットマンはね、ちょっとね、今作まだ使ったことないんでね、どんなものか使ってみたいですけど、フューチャーでこれはちょっと弱いかな、さすがに。強くないと思います、これは。これは弱い。次！もう次こそ。マジちょっと上の方の4人は出てほしいな。1人ぐらいは出てほしい。じゃないと、ちょっとね、使いにくい。さすがにアルルとか使おうかなとは思わんもんな、なんか。それやったら、ね、オルンガ使うわ。さあ、どうだ？リーガ飛べ、リーガが来た！星、ゴーさあ、来てるぞ、この9番はやったおにぎり3丁めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いや、もうこれ、あとは最後ロナウドぐらいに取れたらいいかな。グレートフィッシャーズ。ありがとうございます。今シーズンはもうベンゼマですからね。昨シーズンもベンゼマやったけど、ここはマジでちょっとね。いやー、絶対でも使いやすいよな、これ。34、もう34なのね。はい。ポジションにもちょっと対応できてるんで。まあいいんちゃうかな。決定力もめっちゃ高いな。決定力上げようと思ったら、プレースキックとカーブとかも上がってくるからね。ちょっとめんどくさいんですよね。はい。上限が5ということで、まああんまりね、カスタマイズはできなさそうですけれども、ベンゼマ調子よくなりやすそうなんで、どうだろうな、でも。そんなに使い、調子よくならんかもしれん。うん。それはちょっと。ね、もう、だって優勝決まっちゃったからね、そんなに活躍してくれるのかなっていうのはちょっと微妙なところありますけれども、まあ、とりあえず念願の一人獲得できたんで、あと最後ね、まあ、ロナウドぐらい取れたらいいかなと思います。まあ、ブラホビッチなんかもね、なんかその専用のパフォーマンスみたいなの見てみたいですからね。しかもこのバージョンでしかね、そのパフォーマンスしてくれないでしょ？特別なね、パフォー見たいよな。お願い。来い、ブラホビッチ。勝手に変な略し方したけど。セリエ、アリーガか、ラリーガの星5。誰やろ？これ被るのかな？被らんよな。あー、メンフィスか、これ。メンフィスや。メンフィスかこの僕、バルサの、あんま好きちゃうんですよね、バルサのなんていうん。若いバルサの選手はね、まあ好きなんですけど、なんかこう、
年取ってから加入したバルサってあんま好きちゃうんですよね。メンフィス・デパイとかオーバメアンも。まあいいや、メンフィス・デパイ。リンクフォワード、多分使わんと思うけどな。まあ調子良くなった時に、まあひょっこり出してきて使ってみるっていうのもいいかもしれないですね。ということで、今日はまあとりあえず、ロナウド獲得できなかったけどね、それはちょっと唯一の心残りかな。まあ地道にね、獲得するようにね、GP 貯めましょう。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。